どうも、ミシー、はるか、琴音、まあ、私たちはチェゴでーす。第1回、はるかを私たちはこう見えて高校からの付き合いなので、かれこれ7年は一緒にいますよ。やばいね、7年、はい、もうわからないことなんてないと思います。私は今日全問正解するで来ました。ね、まあもう正解できると思う。結構ね、いけると思う。はるか。おい、効果音いらんやん、もう。はい、ということで、10問のお題を出すので、はい、10問の答えが一致するのかしないのか、いきますよ。はい。その前に、レッツ、チェック！じゃあまず第1問。はるかが今、会いたい人。会いたい人ね。うん、会いたい人ね。わかんない、これ現実かさ、そのさ、何次元かの。シンプルに考えたらこれしかないかも。シンプルに考える、うん、かけた。まあ一応かけました。じゃあせーので出してください。いきます、せーの、小羽根。お、一緒一緒。いきます。はい、怖い。あのちゃん。まあまあまあ、確かに。そっちか。あのちゃんのモノマネしてたんですけど、二人とも見てなかったよ。拍手。じゃあ次、第2問。自分のことに名称をつけるなら、なんて名前にする？どういうこと？ジェイは、見た目は大人、ジュノは子供、そのまま、ジェイだってコナンみたいな。あー、なんとかなんとか、なんとかなんとか、私はハルカっていう。まあそれっぽいやつで。あ、待って、難くね。でも私結構人に振ったりしてるかも。いきます。いや、これはちょっと一緒には言えないから。うん、じゃあ、マホが言うね。天才リーダー、ダンスマシーン。自分聞けたら相当痛い人かもしれないけど、でも。言ってるの見た、私は。見た、に。私、天才リーダー、ダンスマシーンですよ。なんか、シーンってなっちゃう。じゃあ、私。はい、AB 型の左利き、それは誰？はるかー！どうも、毒キノコです。滑ったな。これも滑ったな。正解！やったー！やったやった！ AB 型の左利き。いやー！そういうことか。なんか自己紹介かと思った。あ、まあ自己紹介か。自己紹介か。3問目。APEX で使ってるキャラの名前は？知らねえよ。待って、わかんねえ。2人のキャラクターしかわかんない。それっぽいのでいいよ。オッケー。次はこのデザインから。はい。エレン・マキアート。絵は描いてる。絵これ。ああ。絵なんかさ、こんなの使ってなかった。いくよ。ジブオクタン。それでは答えを見ていきましょう。はい。シールドこそ、我が人生。ジブラルタルを使ってます。ジブ、ジブ、ジブ。そして、あの、絵が合ってる。0.5 ポイントです。と 0.5。 はい、次4問目。小さい頃の将来の夢は？将来、なんかはるかが幼稚園か保育園かの頃に喋ってるのをうち考えたことある気がする。大人になってその話をしたことあるじゃん。うち昔なんとかなんとかって書いたんだよね。あはははは、分かった。もうそれ完全にわかる。待って、マジで分かんない。いきますか。はい、じゃあうちからいくね。そうだね。パン屋さん。ディズニーのダンサー。みんなの答え。これは幼稚園の時のなりたい職業のところにも多分書いたと思うんですけど、イオンのレジをする人。全然ちげえじゃねえかよ。ごめん。わかった、もうそれ完全にわかる。次、好きなことわざは？聞いたことないんですけど。マジわからん、それは。一期一会みたいな。かわいいな。中学生とかだからね。オッケー、いきまーす。はい。努力は必ず報われる。じゃあ私ね。有言実行。ああ。自信あります。迷ったかも。特にありません。あるわけねえよ。好きなことわざの話したことねえよ。はい、次第6曲目。待って、第6個目。最近聴いている曲は？
わかんない。わかんない。これに関してはガチでジャンル違うからわかんない。でもうちは何が知ってる範囲の曲で書いてる。あー、ほんと？うん、はい、いいよ。せーの、シルブレレジデント。やばい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 。あれ、はい、シルプレジデントじゃないの？シルブプレジデント。うちの反応していい？うん。うわー、落ち込んでやがる。やばーい。ってことは違うのかな？違うよ。思春期少年少女と ER ファンクラブ。うわー、確かにみんなで聞いてたもんね。みんなで聞いて、みんなであのミュージックビデオみたいなやついいねっていう話。そうだね。 NEXT。 そんなにショックだった？ごめん、距離感がだめだ。ごめんね。それじゃあ第7問。最後の問目。今やりたいことは？あ、はいはいはい、もうパッと見に行くわ。じゃあもうこれでいくわ。じゃあこれでいく。ほんと？お願い、これこそお願い。せーの、ライバル。そういうことね。ママもそっち系かと思った。でもこれは一択なんだけど、チェゴでワンマンライブをやりたい。なんかさ、うちめっちゃ惨め。8問目、はい、はい。好きなキャラクターは？ジェイツ。え？何？わかんない。はい、せーの、コハネ。ごめん、なんかちゃんって。え、一つですか？コハネちゃん。それは絵じゃなくてもやる。やる。首の角度とか別に関係ない。首の角度ある？じゃあいいよ。せーの。じゃあそのままで答え。圧倒的じゃん。わかりました。じゃあ最後に解ける。最後ね、当てればいいだけの話なんでね。いきます。はい。最後の問題。はい。ダンスを踊ってくださいと言ったら何を踊るのか。え、待って。何へと踊った？出ちゃうんじゃないの？めっちゃ長くない？長っ！もう自信ない、正直。じゃあ、もうから行く？もうから、2レート踊ってくる。ファイシックせーの、ワンツッシー、ダダダ大統領になったらね、まずは君を。え、足りない足りない足りない。ファイシックせーの、ワンツッシー、フォー、ファイシックせーの、ツッツー、ありがとう、よいしょ、終わり。中途半端なんだよね。じゃあ正解いきます。最終問題の正解。はい。はい、踊り出せ、踊り出せ。そっちかー。でもめっちゃ惜しいとこ言ってたね。いやでも曲は合ってる。ってことは半分にしよう。5000円。調査。5002.5 ポイントで答えの勝ち。イエーイ。そういうことなのよ。理解してるしてないとじゃあ全然違うのよ。ダメだ、まだまだ理解してないんだ。あの、明日明後日コトネとバホの、あの王様も出るので、そちらも見てください。お願いします。第1回春川コトネでした。ありがとう。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。